こんにちは、木村亮でございます。今日はですね、実は前々からツイッターとかでもブログとかでも言ってたかな、楽しみなことがあると言ってたんですけど、今日はその楽しみなことの一つとして、人志松本の滑らない話というのを生で、見させていただきました。一応サポーターということで、参加させていただいたんですけども、本当にまあよくあんなに喋れるなってぐらい面白くてですね、まあ、尽きることなく、笑顔が笑いがもう自然に出てきました。ぜひこれは12月の23日夜9時からフジテレビにて放送になりますので、皆さんお楽しみにしていてください。本当に面白かったです。ともう一つ発表がありまして、ですね、この間撮り終わったんですけど、家族八景という、それは TBS の、ドラマなんですけれども、深夜枠で、今回は木南晴香が主演で、監督が堤美彦さんということで、そちらも本当にぶっ飛んだお話なんですけど、いろんな役的にはとっても面白い役をやらせていただいたので、そちらもぜひ楽しみにしていただければ、1月放送なのでそれもこう楽しみにしていてください。でですね、最近僕は休日断食っていうのにハマってまして、土曜日に、固形物は一切取らないで水分だけっていう生活を続けています。土曜日に固形物は取らず水分だけ摂取して、日曜日に回復食事としてうどんを食べて、平日1週間ほとんどその朝食断食として朝食は取らず、昼夜は、いつもとちょっとよりカロリーを落としてっていう、毎日そういう生活をしています。すごく体も楽になるので、ぜひ、皆さんも、まあ、もちろんダイエット効果もありますし、とっても体にいいことなので、胃を休めるっていうことは、はいなんか初めてこんな話しましたけど、ぜひやっていただければ、きっと女性にもとっても体にいいことなので、断食するときはですね、コーヒーとかちょっと刺激物をちょっと控えてください。はい、それだけです。バイバイ。